はい、本日は、まあ、ログインキャンペーンから見ていきます。今回は日が中だな日が中オンリーということで、はい、見ていきます。では気配を感じたら、どうすんの？トリックアトリートって言えばいいのこれ。よし。え相手との距離を取る。そうだや。そりゃ言うやろでももらいすぎには注意だよ、タニシさんね。うん、多分さ、聞いてしまえば予想はつくやろ。あ、確かになりそう、なりそうで、トリックアトリートを避けろっていうことこういう時にさ、一番心配なのはタニシさんなんよ。そう、もう他のやつが差し置いて自分だけガブガブ食いそうだから実戦練習それやって何になるのか。ああ、うん、なんかハロウィンの争奪戦に勝つためやろ多分ああ喉痛い。重いかな。まあ一応見ていきます。トリックはトリート、エンターテイメント。なんかさ、結構いろんなものを組み込んでくる中学生が多くね。なんかはあってなりますよね。ん、確かにそれは気になるわ。昨日がコメディで今日がエンターテイメント。エンターテインメントってどういうこと？マジで。そう、多分小春ちゃんとユージさんの影響を受けたんだろうなはい、うん確かに言われた張本人がここにいる真田さん大丈夫かなあー、なるほどね。ああ、そういう意味のコメディか。どうかな。うん、それが一番よ、本当に。いや、早く選べ言われてもさ。たく。何やっちょるん、ほんまに。トリックアトリートでええやんか、ほんまに。まあ。ありがとうございます。オーナー、エンターテインメント。やっぱ気になる。ああそりゃ初めてやろ。何すんのか、そこが一番気になるんだわネタか。この銀、期待は裏切らへん。かぼちゃを頭に乗せるライトで、あー、はい、いや、これどういうことよね、どんなの。どんなのか気になるわ。なんかかぼちゃのさ、
やつを頭に乗せて、それでそれをライトで光らせるみたいな、あんな感じやろ多分まあ予測だけどね、あくまでも。いいね視点法で確かなんかお笑いの授業があるとかないとかなんかどっかで聞いたことあるよ。さすがじゃな。うん。おお。まさかのエンターテインメントとは。財前派。もうみんな影響受けたんじゃん。あ、いや。そりゃノーコメントやわな。うん。守りたいこの笑顔。早く。で、気になるのは真田さんなんですけど。せやね。真田さんまさかやらされたんじゃないのかな。さあ、真田さん張本人はどう思ってんの。ああ、うん、それで意外に楽しかったのか。うん。やっぱ楽しかったんだ。じゃあよかったのね、コメディを選んだのか。げんちゃん小春ちゃん絶対真田さん好きでしょ。浮気かとか言われるで。浮気かやっぱええやんか、ほんまに。なんじゃおっと、うん、雪村さんたちどこ行った。ああなるほどね。みんなどんくらい集めたんだろうね、やっぱ気になるわ。うん、うん、確かね、そうだよね。まあ、まあ考えたのは小春さんたちだろうが。おい、多分ね。なあ、もう終わり。確かにどういう意味やろ。どういうことだ。あー、まさか言われてない張本人がいるの。二王さんまさか言われてねん。せやな。あー、高校生か。確かに高校生にもらいに行きますって言ってた人が確かいたような。あー、でも高校生に行く人結構多いね。あら、おもろいやんけ。うん、でも高校生に出くわすのかどうか、そこが一番の問題じゃない。じゃあほな。はい。ああ、うん、果たして高校生に会えるのか。はい、ということで本日はこれで以上にいたします。はい、チャンネル登録と高評価、またよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。